こんにちは、 DMM ドリームクラブの椎名です。今日は2021年の4月22日木曜日午後6時を回ったところでございます。先週は3頭が出走しまして、日曜の中山でアイスブラストが勝利を飾ってくれました。新馬戦以来2年4ヶ月ぶりの勝利ということでしたけれども、一時期ちょっと喉が状態が悪くて苦労したんですけども、復調してくれて本当に嬉しい限りです。次走なんですけども、ちょっとレース中に少し後ろ足を前足に踏みかけてしまったということで、治療の時間を取って5月23日にダート 2100m のコレマサ特別、芝 1800m の調布特別という2レースが東京にあるんですけども、そのどちらか状態あるいは適性を見ながらですね、進めていきたいということです。芝ダート両方走れるタイプなので、相手関係などを見極めて、使うことになるのかなと思います。そして、土曜の阪神ではエブリオンブラックが出走したんですけれども、5着ということで、こちらはちょっと雨が降りまして、時計の早い決着になったということで、クラスが上がったこともあって追走に苦労してしまったかなというところです。4月21日水曜日に放牧に出たんですけれども、去年の12月以来ずっと厩舎にいましたので、一つここでリフレッシュして元気になって戻ってきてほしいなと思っております。そして日曜日の皐月賞ですね、ディープモンスターが出走したんですけれども7着ということで、後方から足は使ってくれたんですけれども勝ち馬には及ばなかったかなというところです。ただ後方から外を回ってという競馬内容でもしっかり差を詰めて来て、力を示しておりましたので、これはダービーに向けてですね、内容としては悪くなかったかなと思っております。で、次のダービーなんですけども、スミレステークスを勝った時点で、習得賞金2100万円ということで、ほぼ例年のダービー出走のボーダーをクリアしていたかなと思ったんですけども、今年はだいぶこのダービーの出走のですね、賞金のボーダーラインが高くなりそうで、2100万円でも現状安泰とは言えないというところです。でダービーに向けてどうやって進めていくかというのは今、考えているところなんですけれども、幸いレース後のダメージは、それほどないということで、筋肉の疲れもないということですので、ここ数日の決断になると思いますけれども、ダービーに向けてどうやって進めていくか、ということを考えて、なんとかですね、いい形で大一番に迎えるように進めていきたいなと思っております。さて、トレセンの組ですけれども、まずラブインザチャームですね、いよいよ3歳世代最後のデビューを迎えられそうなところまで、来ました。今週チルドチップコースで、しっかり終われまして、6羽の86秒3、姉妹12秒6というところで、ちょっと物見は、するということなんですけれども、走ることに対しては前向きということなので、来週のレース、芝の長いところが良さそうという矢作先生の見立てでしたので、阪神と新潟に芝 2400m の番組があるんですけれども、そちらに向けて進めていこうということになりました。それからシンハリングですね、4月22日にミホトレ戦に帰ってきました。こちらはですね、5月9日の、東京9レース芝 1600m 湘南ステークスに武豊騎手で向かうということになりました。ノーザンハーム天栄で、調整を進めて、現状ではこう、膝裏の張りが出やすいということで、歩様があまり安定しないところもあるので、レースが近くなってからの入球になりましたけども、ここまで大事に使ってきてますので、次もいい状態で迎えるんではないかなと思っております。それからトップオンメジャーですね、こちらは5月8日の東京の立花ステークスを予定しているんですけども、障害練習を入れながら細かい動きをできるようにということで今調整を進めております。今週の鎌倉ステークスに、投票しまして除外になりましたので、除外権利1回、取ることができました。これで次のレースに行けるか、もう1回権利を取らなきゃいけないかっていうのは、判断、様子を見ながらになりますけれども、ひとまず除外権利取れましたので予定通り進んでいるかなというところです。それからハーツシンフォニーですね、水曜日にウッドチップコースで5波の71秒1、姉妹13秒3ということで、順調に乗り込みながら障害練習を進めているということで、来週ですね、障害試験をいよいよ受けようかというところで、受かれば早速レースの選定に進んでいけるかなというところです。順調に来てますし、飛びはうまいんで、試験は大丈夫かなと思っておりますけれども、まずは、試験を突破してほしいなと思っております。
NHK マイルカップに出走を予定しておりますタイムトゥーヘブンですけれども、こちら変わりなく、元気いっぱいというところで、馬体の張りなどはですね使うごとに良くなっているということで、体調良さそうです。今週末から15、15を始めて、来週から時計を出していくという予定になっております。それから北のインパクトですね、帰休して、順調に販路で乗り込みを進めておりまして、今週は水曜日に4ハロン54秒5、姉妹12秒7というところで、順調に乗り込みを進めております。こちらも予定通り5月9日の4歳以上2勝クラスのレースに向かう予定です。同じく5月9日の中京、4歳以上1勝クラスを予定しておりますダブルアンコールですね。こちらはニューポリトラックコースで6ハロン83秒0、姉妹11秒7というところで、非常に馬体も大きくなって動きもパワフルになっているということで成長が感じられます。あとは気象ですね。普段のテンションなどやはり気難しいところがあるというところなので、レースで集中して走れるように、折り合って走れるように進めていけたらなと思っております。そして、2歳馬クロニクルノバですね。こちらが本日4月22日リットドラ戦でゲート試験に合格しました。ちょっと出が遅いんでどうかなって話だったんですけども、見事に一発でクリアして、くれましたし、そんなに精神面でも追い込まれていないということなので、このまま在休で調整を進めるということになりました。一本追い切ってみて、その様子を見てそのまま進めるか、一旦報告に出すかというのを決めるということですけれども、竹幸四郎先生もだいぶ手応えを感じてくれているようなので、このままいい形で進めていけたらなというふうに思っております。現在放牧中の組ですけれども、まずゴールデンレシオですね。こちらが早ければ来週にも御法トレ線に戻ってくる可能性が出てきました。調整は進んでますんで、販路での動きもいいですし、準備が整ったというところで、あとは国枝厩舎の、調整がつけばということになりますけれども、先生の方も受け入れ体制、整えて準備をしてくれているということですので、なるべく早く入厩できればなというふうに思っております。ちょっと心配なのがボリーダですね。こちらは今日御法トレ線で微出血が確認されたということで、血の状態が黒くなっていたということで、少し古い出血ではないかということで、馬房でもぶつけたような跡はないので、外傷性ではなくておそらく肺の出血が表に出てきたと考えられるということで、ちょっと肺出血だと少し休養が長引く可能性が出てきました。こちらは、明日4月23日に、ノーザンファーム信楽に放牧に出まして、すぐに検査をして今後の方針を決めるということになりますけれども、ちょっと時期も時期なんで、未勝利馬にとっては辛い時期に、発症してしまったかなというところです。結果、また出次第ですねお伝えできればと思っております。ということで、今週もいろいろ動きがありましたけれども、週末の出走は6頭になりました。まず土曜日の東京1レースバルキリードレスが出走します。こちらは今週販路で4ハロン54秒0姉妹13秒4ということで、合わせまで遅れてしまったんですけれども、しっかり動けていたということで、キビキビして非常にいい動きだったというふうに聞いております。海馬食べてるんですけれども、体はまだ線が細い馬ですので、あとは結果に関わらず放牧になるかと思いますので、なんとかですね、勝って放牧できればなというふうに思っております。土曜の東京では6レースにグランセーニョが出走します。こちらは今週北のシーダートコースで5ハロン66秒8姉妹12秒6ということで、馬なりでいい動きを見せていたということです。今回しっかり乗り込んで、攻めた状況してますんで、あとは気持ちの面ですね。どうしても集中力が途切れがちになるので、その辺を損ねないようなレース運びをしたいということで、宮田先生と野中ジョッキーとで、しっかり話し合って進めてくれるということなので、なんとか変わり身を見せてほしいなと思っております。そして、阪神では2レースにフランクエトワールが出走します。今週シュートチップコースで5ハロン68秒5姉妹が12秒3ということで、中間障害練習などもしてですね、非常に体の硬さが取れて身のこなしが良くなっているということで、今回レースでは福永騎手は乗るんですけども、中間しっかり調教をつけてくれた森一馬騎手に感謝したいと思います。いい形でレースに向かえると思いますので、なんとかですねこのままも未勝利を脱出できるように頑張ってほしいなと思っております。そして、日曜日ですね、東京の8レースにアリワナビリーブが出走します。今週ニューポリトラックコースで5ハロン67秒1姉妹12秒
1ということで、まあ、活気ある動きをしているということで、暖かくなってですね、馬体がさらに良くなってきたということなので、どうもこの馬天気に泣かされるところがあるんですけれども、今週末は好天の下出走できそうですので、なんとかですね、いい馬場、開幕週の馬場でもありますんで、この馬の力を出し切ってほしいなと思っております。阪神の8レースにはエターナルハートが出走します。まあ、こちらは久々になりますけれども、相変わらず体は小さいかなというところで、それでも会話を食べてくれているんで、今週はハンドで時計を出して4ハロン55秒に姉妹12秒6ということで、体勢は整ったかなと思います。まあ、動きは悪くなかったということですし、去年も初出走でいきなり未勝利戦勝ったように、その休み明けを苦にするタイプではありませんので、なんとかいい走りを見せてくれたらなと思っております。そして、中央競馬が終わった後、香港のシャティン競馬場で、ラブゾンリューがクイーンエリザベス2世カップに出走します。こちらはドバイでの調整を終えて先週香港に入って、今週香港での芝コースで追い切りを行いましたけれども、まあ、中間ヴィンセント・ホーキ氏にも乗ってもらって、感触をつかんでもらって、まあ、いい馬だというふうに評価してもらってますので、なんとか、結果を出してほしいなと思います。頭数は少ないですけれども、三冠牝馬のデアリングタクトをはじめ、そうそうたるメンバーが揃っていますので、相手には不足なしかなというところです。まあ、ラブゾンリューもドバイから香港ということでずっと海外にいましたので、状態面心配だったんですけれども、まあ、この遠征で一回りですね、心身ともに成長したかなというところで、もうドバイでも本当に非常に惜しいレースをしてくれましたので、もう一度香港でもですね、いい競馬ができるんではないかなと期待しております。なんとかですね、いい結果を持って、日本に無事に帰ってきてくれればなと願っております。ということで、今週は6頭国内外での出走になりますので、最後まで見届けていただければなと、そしてご声援いただければなと思っております。今週末もどうぞよろしくお願いいたします。